はい、デトロイトやっていきましょう。背骨骨折した後やん。わらわら。あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺は女子、サイモンだ。ノースよ。サイモン肌白すぎ。道しるべ。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたんだ。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら仲間が君に鍵を渡したってことだ。ほう。俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探す。あれが特殊な鍵になったのだ。ジェリコについて。ここがジェリコ。奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。え、そんだけ？アンドロイドについて。何人いるんだ？まだ稼働しているのは19人。他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれど、たどり着けないんだ。残酷な人間たちのせいで。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。戸惑い、自覚、率直な意見。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。おお、言うやん。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしか。俺はじいちゃんとの約束があるんや。じいちゃんとの。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。優しいね、やっぱアンドロイドとアンドロイドだから。しかめっつら。きっと助けてくれる。誰やねールーシー、誰やねー。休む。ルーシーを探す。ジェリコを探索する。まあ好きなだけ何でもやっていいってことですか。じゃあ遠慮なく。ファイヤー。なんで持っとんねどっから仕入れてきたんだ。そしてマーカス以外何にもライトは持ってないっていう。なんかうろうろすんな。うろうろしてくんな。機械ってなんか熱持つとまずそうだけど。薪も有限だろうからなんかあんま使えないよね。動いてないやん。人間は死ぬこと。動いてるわ。稼働してるわ。死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。俺にもわからんぞ。私はあと数秒で死ぬわ。マジかよ。あなたの名前は？マーカス。会えてよかったわ、マーカス。うわぁ、マジかー。すげえなー。もう一発でわかるもんな、稼働しなくなったっていうのが。マジか。表情筋がさ、ふって。まあよかったよね。早めに会わないと。まあ、よかったって言ってんだからよかったんだよ。おい、倒れとるで。子供やん。子供のアンドロイド。いらなくなったからって捨てられたのさ。うわあ。ここに来るまで路上生活してたんだ。クソイケメン。何をしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど。それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。そういうことになっちゃうよね、ジョッシュ。そりゃよくねえよ。そりゃ自由じゃねえよ。とりあえず火をつける。まずキャンプファイヤー。そう、俺はみんなと仲良くなる必要がある。やはりそれにはキャンプファイヤー。陽キャの発想。マーカス、陽キャのマーカス。俺は陽キャのマーカス。なんだこりゃ。バカ、失礼しまーす。箱にはもう何も入ってない。おお、備品かなんかが入ってるのかな。ちょっとわからねえけど。サイバーライフ。
あ、サイバーライフの箱やん。サイバーライフ倉庫にある港、ミシガン州デトロイト西トーランス通り。うん、さっぱり今ルートを計算中。あ、ジェリコの探索は終わった。あとルーシーを探せばいいか。じゃあこの辺は寝てるだけかな、わからないけど。お前がルーシー？さてはノースちゃうやん。いつからここに？いつからここに？4週間と3日と11時間。細けえ地球が何回回った時みたいな。ジェリコに来るのが一番かなって。これマーカスだけライト持ってんの、なんかあれやね。余計なお世話。イエーイ、めっちゃ怒っとるやんクソ切れとるやん。ジェリコについて。一体誰がここ？今じゃ誰も知らない。ああ、最初に見つけた人もシャットダウンした。この船のどこかに眠ってるんじゃない？やっぱ緩やかに死んでるだけだ。安らぎが欲しいならよそに行けば。安らぎが欲しくてみんな来てるわけちゃうんか。あ、もう喋んのやめちゃったよ。怒らせただけだったな。まあ、別にええや。俺はこんなとこに長居するつもりはない。マーカスはどうか知らんけど、俺は長居するつもりないから。あ、またなんかボロボロのやつやん。生きとるか？僕、ひどい状態だろう。ボロボロよ。診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ。シャットダウンするのは嫌だ。死にたくない。感情やな。何が違うっていうんや、人間と。そんな風に思ってしまいますが、これは。この辺は特にない。いや、マジでどこにいんだよ。ルーシー。ルーシーだっけ？ルーシーだわ。失礼しまーす。ルーシーいますか？お前か。ルーシー頭ないやん。あなたがルーシー。座って。はいはい。デッドバイデイライトに出られてましたか。よいしょ。見せて。めくる。え、なに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 。あ、怪我。あ、それぶつけてたわ。止めてあげましょう。怖い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 。いてえ。もういてえとかもねえのか。麻酔なくていいから便利やな。めちゃめちゃ LED ランプ落ちてんじゃん。なんで？貴重なものじゃないのか。これはもう飲まなきゃいけないですよね、きっと。飲みますけどさ。ええんか。貴重品ちゃうんか。手を出して。すべて持ち、すべて失い、その後ひどい地獄を見てきた。それはそう。手相占いのすごい場合やん、完全に。でも影もあり、また光もある。
どちらが勝つか。私たちの運命はあなたの手の中に。そやろ、重たすぎない？やっぱさ、ヒゲが伸びないだけでもだいぶ清潔に見えるよな。こんな流浪者だけど。サイモンに計画を提案する。どういう身分や、脱出か。サイモン、あ、ちょっと待って、火をつけさせてくれ。全部つけといた方がいい気がする。プチッ。やっぱ安らぎ効果ありますから。オッケー。ゼルダだったら秘密の扉がこれで開くからね。あそこのやつとかもつけられたりはしないね。もうないよな、さすがになさそう。オッケー。じゃああとはサイモン。ふっ。サイモン、修理に部品が必要なんだ。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めば。無謀にも程があるだろ。過激派やん。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。あ、急に中立まで戻った。激怒から。まあ褒められたことじゃないけど、必死に生きるってこういうことなんやな。ハンクが言ってた。めちゃめちゃ登場人物出てきてますけど。あ、でも、おお、 100% じゃん。火を灯す。オッケー。あ、いいじゃん。完璧やん。完璧。全員中立なんよな。登場人物一気に増えたな。いや、これからじゃあ潜入が始まるんか。いやー、マジか。なるほどね。まあ、じゃあ次行きましょうか。